皆さんこんにちは、今日も引き続き、東京の実家のスタジオで、収録しております。ご了承ください。本日もですね、引き続き F 館についての第3弾をお送りしたいと思います。質問が、F 館についての質問が、少しずつ出てきてて、それに、お答えしたいと思います。どんな F 館を手に入れたらいいですかというお話があったんですね。ズバリお答えすると、どちらでも構わないですよっていうのが僕の率直な意見です。ピストンがいいのか、ロータリーがいいのか、5ロータリー、5本バルブがいいのか、6本バルブがいいのか、どれでも構いません。それはあなたたちが、どういう音楽を求めているのか、そして、あなたたちはその楽器を手に入れて何を克服しなければいけないかによって、チョイスが変わってくるんですね。まず、ピストンの楽器、僕は、ピストンとロータリー両方使った経験があるので、喋れることなんですけども、ピストン楽器を使った時は音の流れが、スムーズになる傾向にあるのはご存知ですね。そしてロータリーの楽器を使うと音の流れがカチッカチッとした動きになると思います。そしてですね、ピストンの F 管は低音が出しやすい傾向にあります。そしてロータリーの F 管は低音が出しにくい傾向にあるとお考えください。そして、特にロータリーはいろいろな、タイプの楽器があるんですけれども、現代的な、ロータリーの楽器は低音はかなり改善して出しやすくなっております。そしてこのような、ドイツのジャーマントラディションというドイツの伝統的な、F 管に関しましては低音域が出しにくいとよく言われております。ですけれども、それは克服することによって全然、問題なく演奏することができます。そして、ピストンの大きなタイプの、F 管なんですけれども、ふくよかな音が出る分、本来 F 管で求められるサウンド、細いって言ったら語弊がありますけれども、タイトで引き締まった音を出すのはすごく難しいとされております。ですので私は、F 管だけに限らずピストンを吹いているときはロータリーを吹いている感じ、そういう心構え、ロータリーの楽器を吹いているときはピストンの楽器を吹いている心構えでやるとちょうどいいところに行くのではないかと僕は推測しております。そしてですね、ロータリーの F 管でまずつまずく人の多くは下のでです、せ、これはですね、実は、楽器を開発する人の話を聞いたところ、下の D は、本当は、その存在しないところで我々は吹かないといけないんですよという、お話をいただきました。この構造上下の D です、せすごく難しいことは、理論上難しいんだそうです。ピストンの F 管ではそれは全然問題ないんですけれども、特にロータリー、今回はロータリーの楽器しかありませんのでロータリーについて、お話ししてます。それでですね、例えば D なんですけれども 1,2 で取ってますか、3番で取ってますか。数多くのロータリーの、チューバは3番で D を取った方が音は鳴らしやすいと思います。鳴らしやすさで言ったら、それでですね、もし僕の楽器のように、2番のトリガーですとか、1番のトリガーがあるようでしたら、1、2番で、
音色を損なわない、下の D が出せると僕は、考えております。もちろん3番でも素晴らしい音の出る楽器も最近開発されてはいるそうです。ちょっと、D の音吹いてみますね。まず1、2番でノーマルで、吹いてみます。はい、スマホなのでちょっと、音色分かりにくいかもしれませんけども、少し僕からすると、上ついた、音になってるんですね。次は3番で吹いてみますね。はい、音が少し太くなりましたね。これはなぜかと言いますと、この楽器は特にコニカルバルブといって、5番バルブ、1番バルブ、2番、3番、4番と、ロータリーが大きくなってるからっていうのももちろん一つの理由としてあると思います。それで、音色を損ねずに、ちょっとやってみたいと思った場合、例えば、2番バルブか1番バルブをちょっと抜いて 1,2 で吹いてみたいと思います。どうでしょう、先ほどノーマルで 1,2 で吹いた、で抜いてみた、音色全然違いますよね。それで3番で吹いてみた、この3つ全然音色違うんですね。僕は曲によってそれを使い分けるようにしてます。曲によってというよりはその、必要な場所に、対して必要な指使いで、演奏するようにしてます。特に、下の音で第3音、第5音、第7音とかで、下で支えないといけないときは、替え指を、どんどん使うようにするといいと思います。もちろん、5番と、2番ですとか僕は使いませんけど、そういったオプションが、出てくるんですね。いろんな替え指を見つけて、使える音を探してみてください。次はですね、ですなんですけど、これは、デーからの、続きで、練習できますので、あまりレクチャー的なことは しないです。まず、2、3番だけ押さえたやつやってみますね。はい、これで僕は、2番を抜くんですね。どうでしょう、すごく音色変わったと思うんですけれど、まあ、2番、3、2、3っていうのは、そんなに、問題とならない指です。次は問題のチェーなんですね。僕が、チェー管、ベー管を吹いてる時のドレミのレの音を1、3番で1回吹いてみてくださいって僕言ったのを覚えてますか？ニューヨークフィルの元首席のウォーレン・デックさんとかもそうなんですけれども、あとポルトガルのセルジオ・カロリーノさんですとか、最近の、流行ってると言っちゃ、ちょっとおかしいと思うんですけど、最近すごく、有名なプレイヤーは4番を使うより1、3番を基本的に最初の1、2、3でなんとかやると。4番はあくまでも替え指、5番ももちろん替え指、6番ももちろん替え指で、音色が、許すところを探して、あとは、トリガーを使ってトリガーですとか抜き差しを自分でやって、自分にしっくりとくる音にしようっていうのが、最近の主流になりつつあるんではないかと思います。例えば、ノーマルで4番で吹いてみますね。ちょっと音高いですね。ですので僕はこれ4番を ここで、抜きます。はい、ですけども少しまだチューブラリン、少し、当たりにくいですね。これはですね、僕の他のもう一つの F 管の JBL とかという楽器はボアが太くて、この4番を抜くだけで、しっくりくる音色になります。次はですね、1番と3番でチェーを吹いてみたいと思います。高くって、使い物になりません、この楽器は。そこで僕は1番を抜きます。す
ごくしっくりとボーンという音が鳴りました。もう一つのオプションを お知らせしたいと思います。下の杖を吹くときに1、2と5を吹いてみましょう。これはすごく深い杖の音になります。これでまあトリガーを使って、調整する人も出てくるとは思いますけれども、ピストン楽器でも1、3番を押して、1番を抜いた時の音色で4番で、杖を吹いて4番を抜いた時の音色、それで、私はどの音が好きか、この曲のこの場面ではどういう音色で吹いたらいいのかっていうのをそれで探していただけたらなと思います。下の杖の音いいですか。4番、もちろん4番で使えたら問題ありません。で4番を抜く、それで1、3番で吹く、1、3番を吹くときは1番を抜く、それか1、2、5、1、2、5で、1番を抜くか2番のトリガーを使うか、もちろん1、2、5っていうのは、管をたくさん使いますので、いろんな、音程に移行しやすいですのでコントロールはしやすいなと思います。以上、F 管の替え指と、少しちょっとした裏技の講座でした。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方をよろしくお願いします。